はい、1月20日土曜日、ウィークエンドライブの時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。本日もジャーナリスト山口紀之さんと私で2時間余りいろんな問題を取り上げたいと思っております。本日のヘッドラインです。前半45分の一般公開ライブですが、一か八かの岸田の乱、安倍派の未来、岸田宏池会政権の行方、後半メンバー限定ライブで岸田政権、自民党の異変、LGBT 法が招く、最悪の未来、7.8事件、真相究明、劣化野党、国防最前線、侵略された米国、中ロ北の脅威、動乱の国際情勢等々、まあ、どこまで、取り上げられるかは分かりませんが、時間許す限り、いろいろやってみたいと思ってます。まず最初は、何と言っても、岸田総理が、まず岸田派を解散するとぶち上げた、まあ、連鎖反応とでもいいんでしょうか。安倍派、二階派がこれに続いて、派閥解散ということを聞きました。表明しました。原稿、短いのだけちょっと読ませてください。一か八かで岸田首相が周辺に話す、派閥解散を麻生茂木氏に根回しせず、党内激震、岸田派だけ解散の声も、自民党の派閥の政治資金をめぐる事件を受け、岸田首相が自らが会長を務めていた岸田派を解散する方針を明言し、波紋が拡大している。岸田首相周辺に一か八かでやったと話し、大勝負に出た形だが、独断専行ともいえる決断に、党内に大きな衝撃が走っていると、いうことで、これはまだ途中経過だったんですが、その次の原稿で、安倍派も二階派も解散へ、国民の理解が得られないと判断、立憲対象にない麻生派と茂木派は慎重というのは、次にありますが、これも長いから読むのはやめます。で、山口さん、どうでしょうか。岸田総理の前行ってみれば、一か八かと。自民党各派の領袖もほとんどが事前には知らされてなかったということなんですが、私が見た民放のニュースというか解説では、乾坤一擲の大勝負に岸田さんが出て、まあ、勝利したとは言わなかったけど、なんかよくやった式のことをその解説者は言ったりしてるんですけど、まあ、一か八かは事実だとして、今この時点で問題何も解消してないのに、いきなり派閥を解散しますという、このことについての、まず山口さんの見方を聞きましょうか。いかがでしょうか。まだ取材中なんでね、その意図とか狙いっていうのは、私なりにストンと落ちるところに行ってませんけど、要するにこの岸田っていう人間はね、今回の問題、何にも整理しないまま、何の説明もしてないんですね。そうですね。唯一、岸田派の3000万円の不記載、これは初老だと。要するにミスだと言った以外は、長く岸田派の会長をやっていた責任者として、何の整理もつけてないわけですよ。で、そこで、岸田派を解散すると言ったときに、これは、じゃあ、岸田派の何が悪かったのか。ソロだったら解散する必要ないじゃないですか。そういうことですよ。そうすると、これはね、何かね、例えば、語弊を恐れずに言えば、万引き事件の被疑者が、なんていうかな、全然違う。例えば、それこそ放火するとかね。もうそういう全く違うことで、自分のところに降りかかってきた咎をごまかせるだけなんですね、これ。で、これをね、乾坤一擲の勝負、そうじゃないでしょ。国民に何の説明もしないまま、事態を混乱させてるだけなんですね。これはただもう、この2年半に及ぶね、岸田政権見てきたら、これ岸田文雄という人間の醜悪さが凝縮されてるだけですよね。
あなたが今言ったことの 100% 私も同意しますし、私自身は昨日から今日にかけて X に何本も投稿したんですが、まあ山口さんはさっき万引き犯って言って、僕はもっと露骨に強盗犯が証拠隠滅のために入ったうちに放火して証拠隠滅を図ったんではないかと、そういう類の話だということ、これはひょっとしたら警告を受けるのかもしれないけど、私はそういう言い方が一番適切ではないかなというふうに思ったわけですよ。だから山口さんがおっしゃったように、岸田派も3000万円ということで、会計責任者が虚偽記載で立件されるということを聞いた途端の動きだから、岸田は要するに会長ずっとやってて知らないということは通らないから、自分に火の粉がかかるのを恐れていきなり派閥を解散という、誰にも相談しないでいきなりそういう挙に出たと、もうこれは証拠隠滅以外の何者でもないというふうに私は思いましたよ。そこは大方の人そう思ってませんかね。多分そうじゃないかなという気は私はするんですけど、いかがでしょうか。いや、私ももうその通りなんでね、もうこれを何か勝負に出た、いやそうじゃないでしょ、うん、逃げを打ったんですよ、関係ないことやって。そういうことですよね。だ、自民党総裁としても我が国の総理としても岸田派の領袖としても、はい、やるべきこと、何をどう改善するのか、はい、何が悪かったのか、じゃあ派閥の何が悪なのか、うん、岸田派の何が悪なのか、総理大臣になってなお、うん、派閥の領袖を辞めずにいた岸田文雄がね、はいはい、今岸田を解散しますと言ってそれを褒める、そういう解説者ジャーナリストがいるっていうこと自体がね、頭おかしいとしか言いようがないですね。全く私もまあ 元政治ジャーナリスト、今は政治評論家としか言っておりませんが、もうやっぱりなんかおかしいな、この5年を読んで岸田を持ち上げる褒めるというのどっからそんな案というかね、考えが出てくるのかというのが私は全くおかしいというふうに思うんですよ。それでおそらくこれはもう推測で申し上げますが、私は岸田総理は要するに岸田派は昨年の5月18日に派閥のパーティーをやって、そこにものすごい人数の、まあ、はっきり言って中国人がいました。で、彼らのはほぼ全員多分パーティー券20万円以下にしても多額のパーティー券を購入した可能性は高いんですね。で、現行法ではパーティー券を20万円以下は名前出さなくてもいいんだと言うけども、これは形を変えた外国人からの献金以外の何物でもない、これは当然違法行為ですよ、現金ならば。しかしそれがパーティー券ならそうじゃないという言い訳をしてる。しかし岸田はね、これはやっぱりまずいぞと思ったんでしょう、おそらく。だから自分がまさに火の粉を浴びる前にもう解散、その派閥そのものを解散してしまえば証拠はなくなるんだろうぐらいのことは考えたんだと僕は推測してますよ。ここはやっぱりここは一番の今後刷新会議での焦点になってくるところです、本来ならばね。で、それを避けたかったんじゃないですか。どうでしょうか、このあたりは。いや、もう私ももう意見を差し挟む部分がないぐらい完全同意です。うん。それでね、もう一つ山口さんには聞きたいのは、まあ岸田さんはそれは自分のところの派閥だから、まあ、元会長前会長で あろうがなかろうが自分のところで始末すればいいけど、これはやはりその安倍派二階派は一番の、まあ、被害というか立件された数も額も大きかったんですけど、これはやはり岸田派が最初に解散ということを言い出したことで、安倍派二階派はそれはまあ仕方なくというか、もういやおうなし解散を宣言するしか方法はなかったと。つまり岸田さんの引き金を引いたことによってこの両派は解散する羽目に陥ったと、これはそういう理解でよろしいんでしょうか。どうですか。私はそう思いません。もともと安倍派、二階派は、岸田が何を言おうと解散すると発表してたと思いますよ。ああ、なるほど。うん。それとね、まあ、ついでにもう一つ聞きたいのは、
この、まあ、3派はとりあえず解散ということを公に公表しました。じゃあ残る、特に麻生派とか茂木派とか大きい、今の政権を支えている大きい派閥が少なくとも2つ残ってますが、これらは今のところ、別に特に麻生さんなんかは、派閥が悪いことは何もない、金の取り扱いの仕方が悪かっただけなんじゃないか、だから麻生派は解散するつもりはないという趣旨のことをおっしゃってると、NHK だったかな、ニュースでちょっとちらっと見た程度、茂木さんは何言ってるか、私は全くどこにも引っかかってないんですが、この両派はひょっとしたら、生き残るっていうか、解散しないまま、そのまま存続すると、その可能性が強いんでしょうか、どういうふうに見ますか。まあ、領収、麻生さんが解散しないって言った、麻生さんの性格を考えればね、はい、今まで通り木曜日に例会をやって、麻生派は麻生派として、存続するでしょうね。それから、じゃあ、岸田派を解散しますと言ったところで、はい、今まで自民党の派閥って何回解散してきたんだよと。まあまあ、そういうことです。派閥解消、政治と金、もう一度や二度じゃないですよ。それでまたこうやってね、復活してきたんです。で、じゃあ、一旦解散してね、派閥の事務所を閉めたからって、今までの人間関係が壊れるはずないじゃないですか、そんな。それはそうですよね。だからそれはね、じゃあ、全くこれで派閥のが解消されるのかって言ったら、じゃあ、今まで溜め込んできた金どうなるんですか、じゃあ。はいはい。何億って金が金庫にあるんですよ、派閥は。うんうん。そういうね、こともね、要するに単に大向こうをね、びっくりさせるためだけの解散って言ったところで、うん、じゃあ、なぜ解散するのかね。うん。それをなのに解散するのおかしいでしょ、ミスなのに解散するのおかしいでしょ、それを、うん、なんていうかな、これ猫だましですよ、相撲の技で言えば。はい、みんなをびっくりさせて、うんうん、本当に大切なところの議論から逃げる、それ以外の意図はありませんね。うん、だから麻生派は、そういうのに付き合う、付き合う必要がないと。麻生さん、そう考えてると思いますよ。なるほど、そうでしょうね。今、山口さんが使った目くらましっていう言葉を、私、X への投稿にも、そういう同じ表現を使ったんですけど、これはまさに目くらましなんですよ。それは分からないで、少なくとも政治部記者を名乗ってる者が、そんなことすら分からないで、健康一滴の大勝負に出ましたよねって、なんでそういうふうになるのかと、もっとちょっと取材してみれば、そんなことじゃないことが、私は分かるはずだと思うのに、不思議だな、あるいは会社がそう言えと言われてるのか、ちょっとそこのところは、本当聞いてみたいくらいですけども、まあ、いずれにしてもこれで、私はね、岸田総理が、だからこの解散するぞと言った後のニュースに出てくる表情をずっと注目して見ておりますが、岸田さんなんかニコニコしてますよ。つまりね、私の解釈では、岸田さんはしてやったりというふうに思ってらっしゃるんじゃないですかね。私はそうとしか、私は理解できないんですけど、この辺はどうですか？いや、私もそう思いますよ。うん。あの表情を見れば。ですよね。ええ。それでバカな記者が優勝するわけだから、よしよしやったと思ってるんでしょうね。で、それに対して、麻生さんの表情はやっぱり厳しいですよね。口をこう本当に結んで、怒ってる時の顔ですよね、あの顔は。そう思います。うん。あれ、岸田さんは副総裁の麻生さんと幹事長の茂木さんにそれぞれ個別に会いましたよね。おそらくその時にその通告、解散しますという通告をおそらくしたんだろうというふうに思いますが、だから事前には全く相談をしてなかったという意味でもあるのかとは思いますが、こういうことって それでいいんですかね。総裁が副総裁にも幹事長にもそんなこと言わないで、突然総裁派閥のその中心をなす派閥が解散しますとか、こんな大事件というか大事を全く事前に言ってなかったとかいうのは、そんなこと許されるのかなとも思いましたけど、まあ、そのサプライズを、ね、狙ったという意味では正解かもしれないけど、でもそれはそうだとしたら、自民党総裁 の存続する彼は資格がもうないんじゃないですか。いかが
どういうふうに思いますか、このあたりは。まあ、その、自分の派閥を解散するということを、はい、他派閥の人に言う義務があるかっていうのは、これは議論が分かれると思います。ああ、なるほど。ただ、はい、ただその自民党総裁として、今まで、岸田っていうのは、茂木派とね、安倍派と、それから麻生派によって誕生した政権ですよ。はい。そこから先はもうマナリズムっていうかね、仁義の問題ですよね。はいはい、今まで支えてくれてありがとうございましたということを言わずにいきなり解散を言ったんだったら、これは人としてどうですかってことだけれども、だから一部のメディアは健康的な勝負っていうけど、それは違うんですよ、うん、もう総理総裁になった以上、岸田文雄にとっては派閥っていうのはもう自分を生み出してくれたところで終わりなんですよね、彼にとってのファンクション、ね、はい、総理総裁が終わった後でどういう力を、隠然とした力をね、発揮したいかという、その辞めた後の話では派閥は意味があるかもしれないけど、うん、現状としてはもう、なった以上は総理でありさえすればいいという考えの人間ならば、はい、もういいんですよ、そんなの。でもうそもそも、はい、まあ麻生さん茂木さんはこれ、まあこの岸田内閣の支持率だったら、これ、解散打てないよねと、惨敗するよね、うん、選挙。そしたら、はい、麻生派と茂木派が組んで、岸田下ろしをするという、岸田にとっては、いわゆる主流派閥自体がリスク要因だったわけですよ。だとすると、うん、派閥を、要するに麻生さん、茂木さんの、意に反して、その、はい、いわゆる派閥の無力化を図るというのは、実は自分の利益でもあるんですよ、今回は。そういうことですよね。はい。うん。だから岸田総理が自民党を守るため、うんぬんということを言ってたけど、僕は岸田さんが自民党の危機をその心配してこういうことをやったというより、自分を守るためにね、岸田さんにとっては一番いい手を打ったんだろうと思うんですよ。だから山本さん先ほど言ったように、岸田さんにしてみれば自分はもう総理になっちゃって、もう2年以上やってまださらに続けようとしてる、そのためにはもう宏池会があろうがなかろうがもういいわけですよね。今までは派閥に固執してたけど、一月ぐらい前にそそくさと逃げ出したっていうところを見ると、もう役割は終えた、あとはどうやって逃げるかみたいなことを彼の頭の中では延々と、ね、あって、そのとどのつまりが宏池会解散という彼にとっての切り札だったんじゃないかなという気しますよ。それは一生懸命考えたんでしょう。だからその代わり他派閥のトップには誰にも言ってないという、そういう結論におそらくなるんでしょうね、これはね。でも非常に姑息というか小ずるいというのか、いやひどいな、こんなやつが総理総裁やってるのかなという、私も長くこの世界ずっと見てますけど、こんなずるい人っていう、そうそうは見たことないですよ、本当に。どうでしょう、このあたりは。いや、もう、なんかもう、今日申し訳ないんですけど、もう付け加える言葉ないです。もうそのまんまです。私はもう、ずっと岸田文雄という総理、総裁、岸田派の、まあ、領袖、それから岸田文雄という人間性についてね、全く評価できないと言い続けてきましたけれども、もう今回はこういうところで、彼の矮小さが、もう究極の派閥人間が派閥を壊すって言ったことを、これは自己弁護、派閥よりも自分を優先したということ、派閥の何が悪いのか、ね、悪いんだったら、今までの自分の岸田派と名乗ってた派閥があるわけですよ。それを解散すると言って、その、真意を指摘しないで褒めてるメディアが悪いんです、これは。うん。メディアが非力ですよね。もうちょっと厳しく指南して説明をせよというふうに迫らなきゃいけないと本当に思いますよ。ぶら下がりっていうのは若い記者がまあやるもんだというふうに一応決まってるとは言いながら、だったら内閣記者会として正式にちゃんと会見を申し入れて、きちっとこれ退治しなきゃダメですよ。で、キャップが全員出て、きちっと聞かないといけませんよね。岸田さんの
してやったりのは、あの顔は絶対におかしいと思いますよ。私はそう思います。さあ、それでですね、まあ、山口さんの今日の答え聞いてると、大体こういうこと聞いてもしょうがないかなと思いつつ、ごめんなさい。一応仕事だから聞きますが、最大派閥の、まあ、いわゆる安倍、もう本当安倍派という名前が本当けしからんと思うんですが、まあ、清和会はですね、いまだにまだ98人もいる、党内最大の派閥だったわけですね。もう解散したという前提で話すれば。そうなると、この98人ものの大集団は、今後どうなるんですか。その5人組とかいろんなというその幹部が、あるいは7人とかいう言い方もありますけど、それぞれに、まあ、グループって派閥は作らないにしても、グループみたいに分かれて いくのか、あるいは、福田康夫です。康夫じゃないや。福田さんのあの孫みたいに、若手だけを休業して、なんとかやるみたいな方に動くのとか、つまり、四分五裂にもなっていくというふうに、山口さん見ますか？どういうふうに見てますか、これは。それでは分かりません。ただ、そもそも安倍派というのは他の派閥と違って、安倍晋三という人がいたから、かろうじて派閥の手を成していただけで、まあ、その岸田が総理に選ばれてしまった総裁選のことを考えても、はい、安倍派の中は、高市さんをやったグループ、うん、それから、岸田をやったグループ、それから、河野太郎をやったグループ、もう3つに分かれたわけですね。はい、分かりましたよね、はい。派閥というのは、総裁選で、自分が信じる候補を担ぐというのが、派閥の、いわゆる、もう、最初のファンクションですから。はい、そうですね。はい。うん、それは安倍さんが存命の中でも、うん、大きく3つの、まあ、違う方向を向いた集団に分かれてしまっていたわけですね。はい、はい。しかも、高市さんがやったグループの中には高市早苗という人の人間性、政治家としてのポテンシャルに、惚れ込んで支えた人と、安倍さんに言われたからいやいややった人、これ2つに分かれるわけですね、高市さんがやったグループの中で。ですから、安倍さんご存命の段階でもう安倍派という派閥にはもう4つのミシン目が入ってたんですよ、4つのグループに。で、安倍さんが亡くなった後も安倍派という名前を外せなかったのは、もう外したらそもそも派閥としてまとまりなんか維持できないからなんですね。はい。で、じゃあ、これで派閥が解散だってことになって、可能性としてはこの4つのグループとして、それぞれちまちまとしたね、はい、政策グループ、議員連盟みたいな感じで、例えば、反原発の柴山さんとかはね、はい、河野太郎とくっついていくとか、なんかそういう、うん、いわゆる合唱連行の草刈り場になっていくのか、はい、それとも、やっぱりこれはその、脈々とね、その、うん、それこそ、岸信介から始まってね、ずっとこう来た、日本の保守の塊としての、いわゆる議員の塊としての保守の塊を維持していこうというある種理念で、その安倍派のニュアンスを残していくのかというのはね、これは相当胆力のいることですよ。メディアは叩くでしょう、うん、そこはただ私はね、その東京地検特捜部の狙いは安倍派潰しですから、安倍派というのはいわゆる日本の自主独立を目指す本来そういうグループであったはずですよね。はい。その理念を、これを機に全部捨てていいと思うんだったらね、もう全部やめちゃえばいいんです。もうそんなもんは。うん、そんな政治家いらないから。うん、ただ、そういう、まあ、安倍さんの理念みたいのをね、なんとか、こう、この後も引き継ぎ、育み、育てていこうという人が、今の安倍派の幹部の中にいるのかいないのかで、うん、今後安倍派がどうなるのかは、変わっていきますね、うん、今日の産経新聞に書いてあって、まさに安倍派解散のことで、保守政策の停滞必至、憲法改正、皇位継承、最大派閥が歴史に巻くということで、自民党最大派閥の安倍派清和研究会は19日の議員総会で解散することを決め、
約45年の歴史に終止符を打った保守路線をリードしてきたドーハの消滅により、憲法改正や安定的な皇位継承をめぐる議論の停滞を懸念する声が上がる、党所属議員の約4分の1を占めてきた巨大派閥の解体は、自民の地殻変動を引き起こしかねない。まあ、私もやっぱり一番気にするのは、その憲法改正、皇位継承という、この2つの重大なことが、まあ、安倍派主導で動いてきたとすればですよ、ここが四分五裂してしまえば、この2つの重大なことが一体どうなのか、本当に停滞してしまうのかと、あるいは反なんとかという連中に、その、侵食されるのかどうかとか、そのことの心配はやっぱりどうしてもあるんですけど、これはどう、現状ではまだとても安倍派の中で、じゃあ、この指止まれ式で、それを、そういう賛同者集めてみたいな人が、これから出るかもしれませんが、現状ではまだ分かりませんよね。そういうことは安倍派の使命であったはずなのに、もう安倍さん亡き後、派閥までなくなってしまうとですね、一体どうなってしまうんだろうかという心配は、産経じゃなくても私は思うんですけど、これはこの点は山口さんはどういうふうに見ていますかね。今回の問題が何だったのかということ、これで岸田派解散、だから安倍派解散じゃないはずですね。安倍派は、まあ、特捜部の集中的な、まあ、攻撃と言っていいでしょう、ターゲットにされて、まあ、一人逮捕者が出て、政治家のね、会計責任者も、これはまあ、立件されるわけですよね。で、これは、政治資金規正法上の不記載だった。でしかも、現段階では、これ、組織的な指示があったということについては、グレーなんですよ。はいはい、もし、歴代の会長、事務総長という政治家が、それを指示していたんだったら、この人たち逮捕されてなきゃおかしい。うん、だったら、その、派閥パーティーのノルマ超過分のキックバックの不記載、そのことだけで、安倍派をなんで解散しなきゃいけないんですかっていうことになってくるんですよ。整理がついてないんですね。で、それはもちろん、東京地検特捜部の捜査がなければ、こういうことはそもそもなかったわけで、そうですね。はい。彼らが、その、今までやってきたこと、例えば派閥のパーティーそのものが悪なのか、あるいはキックバックが悪なのか。そうじゃないですよね、これ不記載が悪なんですよね、じゃあ不記載をやりませんで終わりなんです、この話本来なら、うん、本来はそうです。で、じゃあ安倍派っていうのは代々のね、そのいわゆる日本の自主独立を目指す塊としてどういう機能を果たしてきたのかという、安倍派の幹部とね、構成メンバーの政治家が今まで自分がやってきた派閥として取り組んできたことに、誇りとね、使命を感じているかどうかが全てなんですよ。はい、はい。こんなことでね、こんな外からの東京地検特捜部の、こういうわけのわからない捜査で、安倍派の理念ごと消し去るんだったら、はい、所詮その程度の政治家だったと。はい、もうやる気もなんもない。金とポストのためだけに集まってた集団なんだったら、やめた方がいい。解散した方がいいです。まあね、ただ、私はね、ここまで、はい、例えば、防衛費を上げますとか、ね、それから防衛三文書の閣議決定とか、それから、はい、例えばアジア太平洋、クワッドとか、こういうのも、まあ、安倍派清和会というのが、あるいは台湾との関係とかはね、これも安倍派があったから、ここまでね、うん、日本と台湾の関係が良好に維持されてきたんですよ。そういう自分たちのこれまでのね、岸方行く末っていうのを、自信を持って振り返るかどうかが、まあ、すべてであってね。で、産経新聞が懸念するように、うん、今の根性なしの、もう、安倍派は悪です。清和会は、もう、小ずるい、金の亡者の集団なんですと言って、総括するんだったら、もうそんな奴らはもうみんなやめちまえってことですよ。うん、うん、そういうことになりますよね。
門田隆昌さんの昨日のポストです。総理辞任ではなく見せかけで派閥解散を宣言する岸田首相、30年前の1994年宏池会の宮沢喜一氏も同じことをやった、まさにデジャブ、宮沢政権が自民党ゲアという事態を招いたことを思い出す。国家間なき官僚やエリートたちの集団、宏池会は必ず日本を危機に陥れる。岸田首相が取る道は辞職しかない。私はこの門田さんの意見に全面賛成で、派閥解消より何も岸田さんが責任取って やめなきゃダメですよ。それなのに余計なことをやって混乱させてるというふうに私も思います。で、これをお書きになったように、丸々30年前宮沢喜一が同じことをやって、しかもそれで衆議院選挙負けて自民党を下野するわけですね。そういう心配も私はやっぱり当然あるんじゃないかなと思うんですけどね。このあたりのところは、あ、山本さん今場所今いらっしゃいますか。私はね、私は問題なく見えて聞こえてるんですけど、私が静止画になっちゃってる。見えてないというだけね。はい、はい、聞こえてます。はい。そうそう、もう一度申し上げますけど、その門田さんが言うように、その30年前に宮沢喜一がやったことと同じ派閥解散ということであれば、同じ宮沢政権の時に衆議院選挙で自民党が負けて自民党が下野しますよね。見て民主党政権を作るきっかけを作ってしまったんですけども、このままいけば岸田さんが全く宮沢さんと同じようなことをやりかねないんじゃないかという懸念については、ここは山本さんはどういうふうに、見てますかね。まあ、これからの先のことなんでね、十分可能性はあるとしか、まあ、現段階では申し上げられないですね。だからいかにも宏池会っていうのは確かに同じようなことを常にやって失敗してるみたいなことはね、まあ、僕は昔々大平内閣の時だけ、大平さんとか伊藤正義官房長官、あの時代しか知らないんで、宏池会そのものを持ったことないんで、そういう意味では詳しくは知りませんが、いかにもしかし役人派閥ですよね。大蔵省、財務省出身者ばかりの、まあ、奥下集団とよく言いますけども、そういうところがやって、しかも判断を間違えて自民党を結局陥れて野党にしてしまうみたいなことはね、可能性の問題として言えば非常に怖いなというふうに、私は思います。林官房長官は18日の会見で、自民党岸田派を解散するとの岸田首相の考えを受け入れた理由について、首相の宏池会への思いの強さは、私も重々承知していた、その上での首相の判断なので重く受け止めたいと述べた。林氏は岸田派ナンバー2の座長を務めると。まあ、林芳正も官房長官の立場だから、あんま本音をペラペラ喋るっていうことはできないにしても、これはどうなんですかね。だって派閥がなくなれば何閥も減ったくれもないじゃないですか。林は次総裁選挙を出ようったって、その母体がなくなってしまうわけですから、このあたり林さんが言ってること、これいわゆるその表向きの言い訳、これしかないみたいな、そのように見てますが、どうですかこれは。もう派閥は解散しないっていうことを案に言ってんですよ。ああ、林は。林が言ってるのはそういう意味ですよ。ああ。宏池会という塊はね、ええ。派閥として、今までのように派閥の事務所があって、うんぬんというんじゃないけれども、ええ、それは、例えば、じゃあ派閥って何なのよって言ったら、派閥で政治資金パーティーをやって、それを、まあ、所属議員に配る、はい、あるいはノルマを与えて売らせる、はい、それだけじゃないわけです、派閥っていうのは。うん、それはそうですよね。毎週木曜日に、はい、もう在京の議員は全員義務として集まって顔を合わせて政策、はい、政局について、まあ、同じ方向を向いて動こうという、うん、いわゆる政策政局集団だったわけです、はいはい、これ今までこれ塊として動いてたら、それでそこでじゃあ人事の配分はそれでやってたわけですよ。だから今、林芳正は官房長官やってるわけですね。ええ、この構造を全部派閥やめますなんてこと不可能なんですよ。う
派閥が背負ってきたファンクションっていうのは、うん、あのもうなんていうか、もう自民党の政治にビルトインされてますからね。ええ、それやめますなんて言ったって、うん、じゃあ、その機能を何らかの組織が代行しない限り、もう回っていかないわけですね、自民党って。そういうことですよね。じゃあ、それを引き受けるのは、これは全体としての党本部じゃないことだけは確かなんですよ。うん、うん、だからこれ、だからまあそういう意味では、林芳正がこうやってね、うん、まあなんていうか、涼しい顔をしてるのも、はい、自分がじゃあ総裁選に出ましょうって言ったときには、要は宏池会の枠組みで出ていくのはもう間違いないわけです。はいはい、何の影響もないんです、この人たちには。うん、それだけ、ね、派閥の解散って、じゃあ事務所閉めます、うん、それでじゃあ、その政策集団、政局集団の塊が、運算無償しますかって、そんなわけないんですよ。うんうん、だから今までもね、宮沢政権の時派閥解消、派閥待ってたんですよ、うん、あの時、うんうん、これが宏池会の宮沢だったんですよ。で、しばらくなんとか旧は解けたりしてたけど、実態としては当然あったわけですよね。だからそれをもう一回ね、宏池会の首相にもう一回日本人に騙されるんですかって、うん、メディアは騙そう騙そうとしてるけど、はい、それはもうこれほどバカじゃないと思いますよ、うん、まあそうですよね。それから、高市早苗さんのことを、聞きたいんですけど、まあ一つは大臣として、経済安保大臣としてですが、岸田首相の岸田派解散明言に、改革への強い思いと、高市早苗経済安全保障担当相は19日の会見で、自民党派閥のパーティー収入不記載事件をめぐり、岸田首相が会長を務めていた岸田派を解散することを明言したことについて、改革への強い思いを述べたのではないかと語ったというんですが、まあそのことはあんまり私は意味があると思いませんが、先ほど安倍派のところで、私山口さんに聞きましたよね。そこの中で前回の総裁選挙の時に高市を推す人、あるいは安倍さんに言われて、推す人、あるいは河野さんを推す人とかに、割れたじゃないかと、という話を聞いてて、ふと思ったのは、その、まあ、旧安倍派と言いますけど、安倍派の人たちの、まあ、半分とか3分の1とかが、高市早苗さんを担いで次の総裁選挙にと、そういう可能性についてはどうなんでしょうか。無派閥だから逆にすごく担ぎやすいという話を 2週間ぐらい前にしたかなと思いますけど、高市早苗さんについては今現状どうなんでしょうか。多少有利に働くんでしょうか。どうですか。これは有利に働くでしょうね。有利に働く。そもそも高市さんはおそらくですけれども、総裁選に出るための20人の推薦人というのはほぼ固めてると僕は見ている、はいはい、と言ってますよね。はい、うん、ですね。でじゃあ、まあ、出ることは出られるでしょう、はい、でこの先ね、じゃあそこに例えば茂木敏充が出てくる、はい、これはじゃあ茂木派として出てくるわけですね、彼の場合もし派閥を解散しないとするならば、はいはい、それからじゃあ河野太郎が麻生派の一部、あるいは麻生派の、公式な候補として出てくる、そうすると、はい、いわゆる派閥の代表、派閥の候補という形になるわけですよね、はい、そうすると今は派閥って言って、派閥自体が悪であるかのような、まあ、印象付けがね、東京地検特捜部とメディアによってなされている現状は、うん、僕はそれが正しいとは思わないけれども、うん、派閥のイコール悪という空気がその充満するということは、結果として高市さんには有利に働くでしょうね。今までは、その茂木派の茂木とか、麻生派の河野太郎ということで、有利だったのが、ちょっと入れにくいよねと、もう派閥解消の流れができている中で、はい、ここはその高市さんでその自民党全体を救ってほしいという、考えがね、自民党の議員の中に出てくる流れっていうのは、はい、僕は当然一定程度のボリュームで起きると思いますけどね。うんうん、まあ、はっきり言って一番担ぎやすいですよね。そういう意味では派閥に属してなかった分だけパーティー系も関係ないんでしょうし、
ね、裏金と関係ないんでしょうし、非常に見切れというふうな印象はありますから、それとね、山口さんに一つここは肝心なところだと思うんですけど、経済安保大臣として、今国会に法案を出そうとしてるわけでしょ、彼女自身が。これにの成否というか、もしうまくい、今現状では難しそうですけど、うまくいって通常国会中に、セキュリティバランス法案というんですか、その法案をもし成立させることができればね、高橋さんにとっては非常に、力強いというか、非常に有利な状況がさらに高まるように思うんですけど、これについてはいかがですか。まあ、この法案が通ったから通らなかったからというのはね、僕は高橋さんにも直接ね、会って、この法案に対する強い思い、この国のためにどうしても必要だという思いでなさっていることは重々聞いたんですけれども、こと総裁選について、この法案の成否がね、これだって通すかどうか、もう法案取りまとめたところで、担当大臣の仕事は終わりですから。そりゃそうですね。あとはね、まあ、国対と、まあ、総理のやる気ですよ、こんなの。だからそれは、まあ、そもそもこの法案そのものに後ろ向きだった岸田文雄がね、これを、今度始まる通常国会で通さなかったからといって、それが高市さんのマイナスにはならないしね、まあ、そ逆うに言えばで通ったからといって、これ、法案を取りまとめて、趣旨説明をするところまでですから、担当大臣のお仕事はね。あとは、いわゆる、与野党の折衝と、どれだけ強い意志を持って、国会の日程を組んで採決していくかっていう、そこはもう、僕は関係ないっていう認識ですけどなね。るほどね。まあ、取りまとめまでは確かに大臣の仕事で、法案出しますよで、もうバトンタッチですよね、そういう意味ではね。国対がどこまでやる気あるかどうか、まあ、岸田さんがどこまで介入してくるかどうかもよく分かりませんけど、まあ、せっかくだから本当はね、こういう重要な法案を通した上で、総裁選挙に出るような形になれば、私はいいかなというふうに思ってるんですけども、まあ、今、山口さんの言葉というか、話からあったように、まあ、仮に、高橋さんが、まあ、どこからか、旧安倍派が担ぐにしろ、どこにしろ、高橋さんが出る。で、茂木は茂木派というものを持ってるわけだから、これが解散しなければ茂木派を代表して出る。河野さんだって、麻生派も解散しないと言ってるわけだから、まあ、麻生派を代表して、ということは、この3人で争うとなると、これまでだと高橋さんは無派閥でしたから、まあ、推薦人はともかく、それが100人あるいは200人と、その国会議員の支持を集めることは非常に難しかったのが、まあ、こういう、まあ、大混乱というか、予想外の展開になるとですね、まあ、確かに、高市さん、それ絶対有利ですよね。だって、衆議院議員が何を考えるっていうのとは、次の衆議院選挙に誰だったら勝てるのかということを当然考えるわけでしょ。すると、茂木や河野太郎よりも、高市早苗って言った方が、それは選挙は絶対、戦いやすいですよね。これ私、結構重要なところかなと思うんですけど、この点はいかがですか、山口さん、これは。もうそれももう申し訳ないんですけども、もう全面賛成。小泉純一郎が総理の座を射止めた時と同じですよね。走るよりは小泉の方が選挙勝てるでしょという利己的な理由で、まあ党員票もそうだったけど、議員票もなだれを打って小泉純一郎に行ったわけですよね。そうですよそういね。う同じなだれ現象が高市さんの場合、今回は起きる可能性がどんどん高まっていると思います。まあ、そういう意味では、非常に、いい流れに、高市さんにとってはですね、高市さんにとってはとか、高市さんを支持する人たちにとっては、いい流れになってきたことだけは、まあ、良かったなとは思ってます。